ふーん、エッチじゃエッチだったね。ちなみに俺のケツ。エッチじゃまたアホなやりとりしてますね。そんなことより、今回は闘技大会の GO が受かるそうですよ。キリタンです。闘技場だから落石使いつつフルバぶっぱ決めていくぜ。わよわお抹茶です。FF7 日です。相棒です。相変わらず挨拶が適当というか。これでも丁寧な方ですよ。なるほどですね。ということで丁寧なクラッチ吹き飛ばしをですね。いやぁ、相棒さんのクラッチ。やりに当てろやりに。判定やるのかよそれ。ラップで紹介されていたから間違いない。一定間違いだろ。エッチじゃぁ。判定ありそうではありますけどね。もちろんそんな夢のような話はないから狙わなくていい。夢ならば、どれほどよかったでしょう。そう、ワロタ。それはそうと人王がガムカチャッカファイアしたよ。大前状態で起こるだなんて、ゲゲになったよね。スケッチワンタッチ。ネタが古すぎる。俺の中では全然ない。なるほどですね。どちらもすでに死後の気しかしませんけどね。それはそうと、今作では通常状態でも起こってくれるのですよ。ムカチャッカファイア。手ごつきだなお前。エッチじゃー。それで起こっちゃうからエッチ、クラッチ、吹っ飛ばしの連発はできないんだよね。はめれちゃうから仕方ないね。ヨーダ三段ヘリーなら少しはめれるけどね。じゃあ、マグロ三段ぶっぱ。三段なのに。めまいを起こす。ちゃん取れたよ。じゃあ、マグロスタンピッチ。そして負担したからフルバループ決めるよ。壁殴りだから脳汁ブシャブシャスケベだよ。抹茶隊長、起爆流行の判定がうざいです。超えないからフルバしまくるよ。ギリすぎてくるか。あの判定はスケベ。起爆流行は味方に対して尻持ち判定ですからね。マルチだと嫌われやすいね。味方を昼にハメループできるよ。パワーワードすぎてくさ。最後になるといいな。落石当てたよ。それは事後報告。腕が伸びきってる。それは事後硬直。マグロが落石の下敷きに。それは事後事故。これいつまでやるの。エビで切らしててくさ。超人研磨発動。これは奴の死を意味する。もう言わないからな俺は。今のは言うならば死の宣告ですね。でも本当に強人研磨は強いですよ。1分半フルバ打ち放題だからね。じゃん。そんな1分半フルバぶっぱするガンスはこれ。アイテム使用強化レベル3をブクスロに入れているよ。それがあるから強人研磨の効果時間が延長。匠は1で足りるからスキルも伸びやすくて快適。匠1で足りるのはいいところだよね。気になった人は開幕の装備詳細をパクってどうぞ。あとは激流装も使えば脳汁やばいよ。810リットルだよ。今すぐ家に行くなり。使用可能前に終わるから無理だよ。耐えさせといてそれは草。夢ならば確か5分経過で使用可能でしたっけ。残念ながら使えるギミックは落石くらいでしたね。これ闘技場じゃなくてもよかったくね。そうだよ。エッチじゃー。まあフィールドはどこでもいいんだよ。脳みそ溶かしながら見れるのがこの動画の醍醐味なのだから。一理ある。810リはあるね。激流装は忘れなさい。夢ならば。そしてこれが一番気持ちいいんだよね。傷つき部位に有効砲を差し込むぜ。組み改めて見てても気持ちいい。例のあれ。エッチ。合計ダメージは600弱くらい。なぎ払いなども含めたら相当だから見ていて気持ちいいです。なんか肉質硬くね。大電状態にやったらもっと火力出そう。810くらいは出そう。夢ならば。それじゃ柔らかくなったし負担させるぞ。今作は双剣でね。めまいを起こしました。昼に跳ね返したよ。やれやめろ。ナイス。もはやこうなると神王座に同情しちゃうな。強打の相違の強さで垣間見えてるんだ。がっつり見えてると思う。上の多段ヒットもね。たまらねえぜ。ちなみに今のは合計700くらい。脳汁出すには十分ですね。774なら脳汁出てたね。無理やりすぎる。ま、数値はどうでもいいけどね。そろそろ瀕死だろうし、畳み伏せてサクッと終わらせちゃいましょう。フルバが気持ちよすぎて止まらない。何やってんだよ団長。このまま討伐迎えなさそう。杭を外していいのは小学生までだよね。何やってんだよ団長。捕獲するして加減したろう思って。なるほどですね。杭を外して気持ちよくなかったけど捕獲で終わらすよ。ギルドに行って解体するよ。素直に言うべ。これで捕獲できなかったら笑う。夢ならば。3分くらいリンチしてたし大丈夫。ダメだったら徐々に登れる。おじいひー、わいらなさそう。捕獲で終わらせるだなんて。夢ならば。エッチならば。もはやわけわかんねえ。ちなみにエッチじゃん。ワマグロのリアルボイスね。エッチじゃん。誰得だよその情報。俺得だよ。お前だったのか。エッチ。ジョジョ園がチャラになったのは悲しいけど無事に終われたね。通常個体のくせにやたらタフいじゃねえか。クリアしないと戦えないだけはあるよね。エッチ。あ、もちろんまだかるよ。オルガロンアッシュだよ。それじゃ少しカット。目と目が合う瞬間。好きではないから壁とくっつくよね。目と目が合う。じゃあ抹茶さんの無慈悲。珍しく古代樹の個体ですね。落石とかはないからシンプルに勝っていくぜよ。そうシンプルに。掃除の構築だってシンプルにして勝っていくぜよ。いつも通りのバラ 3V と適当 2V の構築でしょ。シンプルとは言わないよねって思うじゃん。誰がどう見てもシンプルだろこれは。ドラマの意識じゃねえか。若すぎて笑う。今作のガンランスは当日の影響でドラ 3V が確定。つまりこれはドラ装備に呪われた環境を皮肉った芸術的装備なのだよ。でもスキル構成ひどそう。ちなみに最軽になるけどスキルはこんな感じの構成。意外としっかり組まれててくさ。オルガーシュを想定した構成。完璧すぎてドラ意識以外使いたくなくなりますね。そうだな。ということでシンプルイズベスト。俺自身がドラマグダラオスになって勝っていくぜよ。見た目がガンダム。相手オルガだもんね。なんだか力の解放ネタを思い出す装備ですね。
意外とスキルがしっかり組まれてて否めない。秋元らだよ。設定してますね。って待って、もう切れ味劣化したんだけど。切れ味ゴミすぎてくせ。ゴミのようだ。そんな緑ゲージに突入したパンツは、これ、ラウンが多いと1分で青ゲージが解ける感じかな。まあ切れ味黄色までの長さはぶっちゃけ何だと思う。黄色にさえならなければいいから。放射は攻撃の火力は黄色板で低下しちゃうもんね。爆破属性も高いし、スロットあるし優秀ではあるね。これだから緑だけど告知するよ。台風の最中出社させる会社並みに告知するよ。夢なら出社したっとこの動画で元気出してね。エッチエッチ言ってるだけじゃん。マグロの声でね。アホですね。実際本当にエッチエッチ言ってるだけだよね今回。果たしてこの動画は誰得なのか。俺得だよ。またお前か。ちなみに俺も。おはや自己満動画。お、そしてメイクの気持ちいいポイントがあったよ。カウンターにパコパコ当てるよ。練習より弱いやし。コーナーで差をつけろ。これ俺狙い。後ろがガラ空き。やかましすぎる。しかしながらフィニッシュの隙も優しくて狙いやすい。どこぞのオルガ現地とは大違いですね。抹茶のためも長いから狙いやすそうだな。やらば被弾語り。そんなの語りたくない。本当に被弾しちゃったけどちょうどいいね。トビトビして再びパコパコで隙あらばしていく。俺が武器を研いだとき、それは奴の死を意味する。どうでもいいから早く研いで。ってやってたら弱ってるやん。早くね。そらのおかげだ。意識はただのアホでしょ。やれギルドで解体しろ。拙者麻酔玉は持ち合わせていないね。俺も相棒麻酔投げろよ。パンプキンファイ。ちょっと何言ってるのかわからない。麻酔玉を発掘しました。5年もう討伐するよ。止まるんじゃねえぞ。勝ち取りたい。物もらい。間違ってるし勢いだけで終わった。今回の動画微妙でね。エッチエッチうるさい。良かったのやら悪いのやら無事に終われたけど、見て楽しんでもらえたかは自信ない。マグロの歌が個人的にツボ。ちょっとわかる。まあ評価を見れば一目瞭然だしね。良ければ正直に評価をポチッとお願いします。それじゃ話が短いけど今回はこの辺で、次はもう少し短い感覚で出したいね。そんじゃ、あざしたー。バイバーイ。